プロサッカー J3 FC 町田ゼルビアのトップチームが2月3日から日南市でキャンプインしました。日南市主催の歓迎式には選手監督ら35人が参加。来シーズン十分に活躍をしていただき、そしてさらに有名なチームになってもっとファンを引っ張ってまた日南に帰っていただきていただきたい。英気を養ってもらおうと日南市の特産品でキャンプを激励。本当にいいキャンプをここから過ごそうだなというふうに期待しております。来年またこちらに伺う際にはですね、ぜひとも先ほど市長が言われた通り、一つ上のステージで、そして一つ有名になって、連れてこれるように、そういうふうに頑張りたいと思いますので、また応援よろしくお願いいたします。キャンプは4日目。この日の最高気温は10度で、午前中から小雨が降る中でのトレーニングです。監督はボール回しを指示。攻撃の組織づくりを重点に置いて、選手はトレーニングに励んでいました。選手を代表して藤田大成選手。そうですね、すごいあったかいんで、みんなのびのびやれて、ご飯も美味しいんで楽しくやってます。チームとしてしっかり戦って、そのチームとしての J2 という目標があるので、そこに一人一人がしっかり貢献することと、僕自身も貢献してやりたいと思います。背番号10番を背負う庄司義弘選手は、J2 昇格を目指しているので、優勝して昇格できるように頑張りたいと思います。挑戦をキャッチフレーズに、 FC 町田ゼルビアの日南キャンプは2月10日まで日南総合運動公園を中心に行われます。